管用。この襖、やけにそっけないな。その襖にはかつて竜が描かれていました。合戦に敗れた時計の者が仲間を弔おうと思い、彼らの血を炭に混ぜ竜を描いたのです。しかし弔いの竜はこの地に災いをもたらしました。死者の血で汚れちまったんだろうな。それだけ死んだ者の恨みが大きかったってことか。その時の住職はすぐにこの襖を焼き払おうとしました。ですが竜は襖から抜け出し、地面にある流血に飛び込んだのです。そして竜脈の中に消えていったと言われています。絵の竜が逃げた？そんなことが本当に？汚れが原因ならあり得るぜ。流脈に流血。少しこの辺りを調べてみるか。おそらく流脈の中に竜は潜んでいるはずだ。行け、あそこ。竜は竜脈を移動してる。追えば流血があるはずだ。これが流血か。よし、こいつを閉じるぞ。待て。逃げた先にも流血があるはずだ。それも閉じるぞ。そうすれば竜は行き場を失い、俺たちの前に出てくる。任せろ。逃げた。他にも流血があるんですか。全部閉じるんだね。了解。うまいぞ。
体を借りるぞ。もう逃げ場もなくなってきたんじゃないか。すごいよ。みたいだな。さあ、元の場所に戻るんだ。寺に戻ってみるか。あの絵がどうなってるか気になる。Thank you.
どこにでもいるな。竜の汚れは払った。ようやくこれで真っ当な弔いができるぜ。ありがとうございます。これで長年の災いが消えるでしょう。こうしてみると、よくできた絵だね。ああ、今にも飛び出しそうだ。実際、飛び出しちまってたけどな。なんだろ、これ。僕には力が必要なんだ。なんだ、何が起こってるんだ。あの巨人だ。くそ、まるで嵐だな。ついでに敵まで出てきやがったぜ。負ける気がしないよ。気を引き締めろよ。悪いけど邪魔するなら倒させてもらうよ。
っと